ザ・アイドル、オーラがすごいですね。やっぱりステージに立ってる時にすっごい輝くな、どこからその輝きは出るんだっていう。松浦彩さんはすごいハロープロジェクトメンバーみんなが尊敬する、目標とする偉大な先輩だったので、そんな方の、その役というのを聞いて、最初はすごいプレッシャーもあったんですけど、でもすごい嬉しいっていう気持ちがいっぱいで、一生懸命頑張ろうっていうふうに思いました。私がしっかりと演じきれるのかっていう不安と、あと松浦さんからさっきも言ったんですけど、出るオーラを同じ感じで私も表現できるかなっていう不安がありましたね。すごい緊張しましたね。やっぱり普段はそのアイドルとして活動している中で、映像での演技っていうのはなかなかしたことがなかったので、どういう風に自分が映ってるのかもなんか分からなかったので、結構大丈夫かなっていう風に思ってたんですけど、でもそれが表情に出たらダメだなって思うので、出ないようにもう振り切って頑張ろうって思いました。結構私は声がちょっと小さくて、握手する時もやっぱり普段やっていることなので、活動として自分が出過ぎちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、映像にあったので、松浦さんが握手をしている姿が映像にあるものがあったので、それを見て結構すごいハキハキと喋られてるなって思ったので、ハキハキ喋ろうっていうのをポイントを意識したのと、そうですね、しっかり目を開くっていうのを、意識しました。少しお話しさせてもらったんですけど、すごい似てますねというふうに言っていただいて、あ、本当ですかってすごい安心しました。でもそれの言葉で、緊張してたんですけど、一人で歌って踊って、それも本当にすごいなっていうふうに思うんですけど、やっぱり MC も一人でこなしてらっしゃる方だなと思って、すごいマルチで、オーラがすごいですね。やっぱり立っているだけで目を引くような存在だなって思うので、私もそんな風になりたいなっていう風に思いますね。松浦さんの中で一番好きな曲は、ドキドキラブメールが一番好きです。リアルタイムで見てた記憶はそこまで覚えてはないんですけど、でも私のお母さんがすごく松浦彩さんが大好きで、いつも寝る前とかに松浦さんのミュージックビデオを見るっていうのをよく小さい頃にやっていて、なのでそういう記憶はあります。小さい頃よく見ていたなっていう。したことはないですね。あったら多分もう感動で震えちゃうと思うんですけど、普段から目標にさせてもらってるので、アドバイスをいただきたいですね。ステージ上に立ったところで、モーニング娘さんのオーディション映像を見て、すごい頑張ってる姿を見て、私もハロープロジェクトに入ってアイドルしたいっていう風に、昔から歌手になるのが夢だったんですけど、そこでハロープロジェクトさんに入りたいっていうの気持ちがすごい大きくなって、オーディションを受けたのがきっかけなんですけど、やっぱりハロープロジェクトさんは歌もダンスもすごいなっていうイメージもありますし、見ててすごい元気になれるなっていうふうに思って、やっぱりすごいハロープロジェクトさんに入るのってすごい大きな夢だなっていうふうに思ったので、今活動できてることがすごい信じられないなっていう気持ちです。映画を見させていただいて、私も誰か その青春 その1ページに残るようなアイドルになりたいなってすごい今回映画見ててすごい思いましたね。デビューしてまだ1年半なので、まだちょっとそこまではないかなっていう思いがあるんですけど、でもやっぱり応援してくださってる方たちの思いとかを
聞くと、あ、私皆さんにとってこういう存在になれてるんだなっていうふうに思うことはすごいあります。活動していく中ですごいもう絶対的な存在ですし、やっぱり今はちょっと会えない期間が続いちゃってるんですけど、その中でも普段毎日ブログを投稿していく中でコメントでもう毎日毎日気持ちを伝えてくれたりだとか、あと何かイベントとかコンサートがある前の日はその応援のメッセージをくれたりだとか、なんかすごい本当に活動していく中ですごい大切な存在だなっていうふうに思います。